漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それではこちらもやっていきませう。サガ魂ガチャ、ルビー編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。こちらのガチャでの新スタイルはルビー、ビクトール、サイレンスの3名。果たして今回実装の新スタイルの性能やいかに。それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー、行くぞー。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはルビー。今回で2体目の SS スタイル、2021年夏のサガコラボ以来、約1年9ヶ月ぶりの新スタイルですな。前回のスタイルはこれといった出番もなくといった感じでしたが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。知力が 120% プラス14とかなり高め、精神も 99% プラス14とかなり高めですな。ルビーのアビリティについて、熱属性の4ダメを超極大アップ、味方全員の火ダメを小軽減、さらにバトル開始時、味方全員にエレメントエンハンス熱超極大を付与する燃え盛る戦術、熱属性の4ダメ特大アップ、熱属性攻撃時自身の BP に回復、レジスト攻撃被弾時、火ダメ大軽減のバーニングオーラ、4ダメ特大アップ、レジスト攻撃被弾時火ダメ極大軽減かつ確率大で回避の杖の天秤4、4ダメは常時プラス 20%、熱属性攻撃時はさらに4ダメプラス 70%、さらにバトル開始時、味方全員にエレメントエンハンス熱を永続付与で熱属性の4ダメをさらにプラス 50%、BP 回復はないですが、熱属性バンサルーインといった感じですな。バーニングオーラと天秤でレジスト攻撃の火ダメは半分ちょっと軽減可能。さらに 37% の確率で回避。さらに味方全体の火ダメを 5% 軽減。火力耐久力ともにかなり高めでございますな。熱属性攻撃時に BP に回復。基本的に熱属性の攻撃しか持ってなかったかと思いますので、実質毎ターン BP5 回復ですな。ルビーのスキルについて、BP1 で使える C 威力熱単体化術のトリオフレーム。こちらは確率中で味方生存者全員の知力小アップのおまけ付き。BP9 で使える SSS 威力熱単体化術のガーネットブレイズ。こちらは攻撃前、自身の知力中アップのおまけ付き。BP9 で使える SSS 威力熱単体ファスト化術のクリムゾンバーン。こちらは攻撃前、味方生存者全員にエレメントエンハンス熱中を永続付与のおまけ付き、ただし使用回数3回までの制限付き、開幕ファストで SSS 威力のクリムゾンバーンで単体火力、攻撃前に味方全員にエレメントエンハンス熱中付与でパーティー全体の火力アップにも貢献、エレメントエンハンス熱中は熱の4ダメプラス 10% といったところですかね。以降はトリオフレームとループさせつつクリムゾンバーン。クリムゾンバーンが使えなくなったらガーネットブレイズとループといった感じですかね。ガーネットブレイズは攻撃前に自身に知力バフ中。トリオフレームは 25% の確率で味方全体に知力バフ小で、味方全体の火力底上げでも仕事してくれます。バルーンギフトを継承して友人会の戦闘で使えば、2ターン連続で熱の全体運用も可能です。今回、2体目の SS スタイルとして登場のルビー。火力、耐久力ともに高めで高難度でも周回でも活躍できる熱アタッカーとして登場ですな。また自身だけでなく味方全員の熱攻撃の火力を上げることもできますので、味方の火力底上げでも活躍してくれます。さらにスキルで味方全員の熱攻撃の火力を底上げ可能。確率全体知力バフと自身の知力バフでさらに火力アップと、熱アタッカーとしてはトップクラスの火力を叩き出すことができますな。ただ、味方全員が恩恵を得るためには熱属性攻撃主体のメンバーで編成する必要あり、現状高難度を熱アタッカー編成で攻略するということはほぼないため、基本的には周回加減登場での活躍がメインといった感じでしょうか?サルーインのようにパーティー全体に BP 面での恩恵がないのも微妙ですな。熱属性の強いアタッカーが欲しいという方、今後熱パの時代がやってくると予想される方は、確保しておきたいスタイルですかね。続きましてチェックしていきますのはビクトール。
今回で2体目の SS スタイル、メインクエストのドロップ SS 以来超絶久しぶりの新スタイルですな。実装から今に至るまでこれといった出番がなかったビクトール兄さんですが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。体力が 106% プラス14、精神が 103% プラス14とかなり高め、他は腕力が 98% でやや低め、知力が 81% でやや高めですな。ビクトールのアビリティについて、巻き打ちプラス命中時、確定で流し切りプラスが追撃発動、そして攻撃命中時、自身の BP1 回復のアバロンの守護者、確率大で火ダメを軽減しつつ味方への攻撃を身代わりで受け、攻撃対象になった時、味方生存者全員の体力、精神、魅力をショーアップさせる剣豪の心 H、火ダメ極大軽減、攻撃命中時に確率特大でターン制限なしのダメージブロック1回を自身に付与する危機管理を、火ダメは常時マイナス 40%、37% の確率で火ダメを軽減しつつ身代わりで被弾し、さらに攻撃対象になった時は味方全員の体力、精神、魅力をショーアップ、タンク役としてだけでなく耐久面バッファーとしてパーティーに貢献してくれます。また攻撃命中時に 50% の確率でターン制限なしのダメージブロック1回を自身に付与。巻き打ちプラスで攻撃した場合は追撃で流し切りプラスが確定で発動するので、BP2 回復に運が良ければダメージブロック1回を2回付与。さらに腕力でバッファーとしての仕事も可能で火ダメ軽減役としても仕事してくれます。火力面はあまり期待できませんが、高い耐久力とタゲラレバフで、高難度攻略での活躍に期待できるスタイルですな。ビクトールのスキルについて、BP レイで使える自身ファスト補助技の守りの構え。こちらは自身に防御強化特大を1ターン付与の効果。BP3 で使える A 威力残弾対攻撃の巻き打ちプラス。BP9 で使える S 威力残弾対攻撃のアバロンの御旗。こちらは自身に防御強化中を5ターン。さらに挑発状態中を4ターン付与のおまけ付き。アバロンの御旗で自身に防御強化中5ターンと挑発状態中を4ターン付与。以降は巻き打ちプラスと流し切りプラスとループさせるか、守りの構えとループさせて戦うといった感じですかね。今回2体目の SS スタイルとして久々登場のビクトール。耐久特化のアビリティ持ちでスキルでさらに耐久力アップ。攻撃命中時には確率で自身にダメージブロックを付与可能。そして挑発でタゲ集めもできるタンク役として登場ですな。またタゲられるたびに味方全体に体力、精神、魅力バフを付与可能。パーティー全体の耐久力底上げで高難度攻略でも活躍してくれそうです。まあ強化破りをコンスタントに使われたら意味はないですが、耐久面に関してはトップクラスの性能ですが、どちらかというと普段の高難度で使うというより現登場で使うといった感じですかね。体験のタンク役がいなくて現登場で苦労するという方は確保しておきたいスタイルですな。最後にチェックしていきますのはサイレンス。今回初の SS スタイル、サガフロリマスター発売日記念以来2年1ヶ月ぶりに新スタイル登場ですな。これまで A スタイルしか実装されてなかったサイレンスですが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。器用さが 118% プラス14とかなり高め、知力が 90% プラス14と高め、他は体力が 80% でそこそこ、精神が 88% と高めですな。サイレンスのアビリティについて、味方全体の突属性攻撃の余ダメ極大アップ、ターン終了時に自身の BP1 回復の突増連機1、余ダメ特大アップ、攻撃命中時に自身の BP1 回復の不活の連機4、余ダメ特大アップ、ターン開始時に自身にディフェンスアップ中を上限5回で付与する待機盤聖望。余ダメは常時プラス 40%。味方全体の突属性攻撃の余ダメをプラス 30%。ターン開始時に5回上限でディフェンスアップ中を自身に付与。開幕は火ダメマイナス 10%。5回付与後は火ダメをほぼ半減。ターン終了時に BP1 回復。攻撃命中時にも自身の BP1 回復で毎ターン5回復。
味方全体の突破力を底上げできる高難度向きのアタッカーといった感じですな。サイレンスのスキルについて、BP5 で使えるし威力突横一列攻撃のバトルコンダクター。こちらは味方生存者全員にモラルアップ中を2ターン、行動順補正上昇特大を5ターン付与のおまけ付き、BP6 で使える敵全体ファスト補助技のミステリータップ。こちらは混乱付与の効果。BP10 で使える SSS 威力突横一列攻撃のステンガーバインド。こちらは攻撃命中時、麻痺付与のおまけ付き、ステンガーバインドから息切れすることなくバトルコンダクターを連打可能。ステンガーバインドの麻痺付与とミステリータップの混乱付与で、現登場のリアルクイーンとドマファーに適性あり、横一列攻撃もできますのでデスマスターでも活躍できますな。バトルコンダクターで味方全体にモラルアップ中付与で火力底上げ、行動順補正特大アップで味方のサポートも可能です。今回、初の SS スタイルとして登場のサイレンス、アビリティで味方全体の突火力底上げ、スキルで味方全体の火力底上げに行動順補正アップが可能。ただ、高難度で連れ回せるようなスペックではないので、基本的には現登場での運用がメインといった感じのスタイルですかね。麻痺はともかく、証券の魅了付与役はそこまで多くなく、混乱付与役に関しましてはサイレンスが初でございますので、現登場のドマファーで苦戦されてる方は確保しておきたいスタイルですな。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの私の感想でした。簡単にまとめますと、ルビーは味方全員の熱火力を底上げできる熱特化型のアタッカー。ビクトールはタゲられることで味方全体にバフを付与できるタンク役。サイレンスは現登場用のサポーターといった感じですな。それでは今回のガチャ、引くべきか否か私の意見ですが、どれも個性的なスタイル揃いでございますが、現状必須というほどでもないのでスルーで OK、というのが私の感想でございます。愛犬の現登場で苦戦されてるならビクトール、証券で苦戦されてるならサイレンスを狙って引くのはありだと思います。以上、サガ魂ガチャ、ルビー編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。